みんな疲れっぴー、チコハイだよ。みんな疲れっぴー、ヌキだよ。はい、皆さん今月もうすぐハロウィンですからね。ですね、はい、お菓子が欲しいですね。はい、って感じで仮装をしてみたいですね。はい、はい、ヌッキー君はそれはあれかな、コウモリさんかな、はい、コウモリさんですね。チコハイ師匠は、はい、わかんないこれ。ただなんか頭の帽子を除けば結構いい感じの魔法使いコスだと思います。中の服も除いて魔法使いなんですね。はい、なんかローブって感じがしますね、このブカブカ感が特に。ということでですね、はい、今回はやっぱりハロウィンが近いんで、はい、企画をやろうかなと思うんですよ。どんな企画を、はい、どっちが多く食べ物をゲットできるか勝負をしようと思います。もうお菓子をもらいに行くんじゃなくても自分から取りに行っちゃうっていう。はい、もう自ら、やっぱりね、自分が動かないと食料は得られないので、はい、その金額を決めようと思うんですけど、はい、その金額っていうのは共通の。共通の。なるほど。はい、ということで、金額はいつも使ってるガチャを使って、はい、出た金額でどっちが多く食べ物を取れるかやろうと思います。了解しました。はい、ちょっとクーモリさん空飛べるんでガチャを持ってきてください。はい、ということでですね、金額出た金額でやっていこうと思います。ではね、金額いきます。お、では今回の金額はこちらです。でん、おー、1200円。はい、1200円です。ということで、この1200円でどっちが多く取れるか、うん、はい、勝負いきます。はい、ハロウィンだとお菓子じゃないですか。そうですね、はい、けどやっぱりお菓子だと物足りないんで、おう、もう全て食べられる系、全部リアルで食べられる系、はい、飲める系ではなく食べられる系、はい、ガチ食べられる系でちょっと挑戦しようかなと思います。はい、先攻後攻決めましょう。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、では先攻いきます。後攻いきます。では早速どうぞ、はい、お先に。はい、行ってきます。食べ物すべて片っ端から狙っていこうと思います。最初これ、はい、造幣キャッチャーですね。これちゃんと食べられますからお金だけど、一発目これやります。はい、もう造幣キャッチャーはですね、一回ちょっとちらっとやったことがあるのでいけるんじゃないかな。これ500円、欲しい。はい、いいですね。500円だと思ったら100円でした、こちら。はい、ですね、100円で1個はいいですね。はい、はい、では次がですね、お隣、救命ライス。はい、これやっぱ米必要だからお米食べなきゃやります。これいいですね、こういう非常食が取れますからね。まずい。結構こういう食べ物に関しては鬼なので、ちょっと待って、まずいまずい、ちょっとあと1回やって微妙だったらちょっと違うのいきます。そうなんですよ、ヌッキー君も凄まじいからね、食べ物に関して。食べた、食べた、間違えた。
やめます。違うの行きます。では早速ね、出番が回ってきたのでやっていこうと思います。こちらです。こちら食べられるものということで、6個目、ちょうどタイムリーな話題だったので6個目でいきます。もうお菓子というより主食ですね。ではね、1回目いきます。まずつや姫でやっていきます。真ん中のですね。ちょっと失敗したね。キワキワ狙いすぎたって感じかな。さっぱり。失敗したな。よし、次で落ちるね。これこれ、よし、ゲット。6個目ゲット。こっちはゲットしたんで次いきます。では、では次、こちらキューベイライス。なんかね、これ結構簡単な台だから、実行杯師匠もやってると思うんだけど、こちらやっていきます。これはね、バランスキャッチするやつですね。で、もちろん手前側が重いので、ちょっと手前側に重心を持たせてやります。あー、失敗したね。これ、入れた。よし、来た。あれ、外してる。ちょっと目をそらしていた月に。これはちょっと奥側を狙ってあげればスルッと落ちるかな。で、これストップあるから、押してあげるとさらにいいかもね。ではゲットです。救命ライスゲット。では、はいはい、ゲットした景品、こちら3つです。救命ライス、こちら多分3回くらいかな、3、4回でクリアですね。で、ちょうどタイムリーだったので、お米キャッチャー、こちら食べられるやつですね。そして最後 100% 一発取り、造幣キャッチャーのせんべいですね。はい、計3つになります。なるほど、お米が大好きなんですね。そうですね、もうもはや主食ですね。では私、はい、まず1個、おお、はい、ダブルですか。そう、造幣キャッチャーおせんべい、私は100円玉以上です。え、1個ですか。はい、嘘。師匠だったらてっきりこれのお菓子を食うのかなとか、うまい棒やるのかなとか、はい、思ってたんですけど、はい、予定はそこまで行きたかったんですよ。はい、はい、なんですが、もうこれともうたこ焼きでもう全て使い切りましたね。あー、なるほど、はい、気になる、これをやります。これはやばい、勝ちでしょ。え、ちょっと待って待って、やばいね、ちょっとミスってるね。間違えた、これ取れなかったかもしれない。やばい、まあまあ
ぬっきーくんなんで、多分きっとぬっきーくんめっちゃ来る感じがする。ちょっと待とうかなって思います。もう私は終了、もういいです。ピということで、今回の紹介ははい、ぬっきーくんの勝ちです。イエーイ。やっぱ最近よく勝てるんで、うん、運が回って、月が回ってきたのかなってかもしれないですね。ですね。はい、それではそんな優勝したぬっきーくんにはこちらを差し上げます。おめでとうございます。ありがとうございます。一個増えただけハロウィンといえば必要な言葉があるじゃないですか。はい、トリックオアトリック。はい、あげます。イエーイ。ハロウィンはトリックアトリートでお菓子をあげているイベントですので、ぜひ皆さんもトリックアトリートしてみてください。ちょっとね、大人がやると意味合いが変わっちゃうんです。ご注意です。はい、子供だからトリックアトリートでいたずらしちゃうゾンなので。なるほど。ではぜひ皆さんも調べてみてください。今回はここまでです。見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。